意地でもあの時折政権交代の起こる国にしたいと。素晴らしいですね。思ってます、なるほど。自民党今回単独過半数追い込むと、追い込んだ先はいろんなね合唱連合があると思います。まず野党で連携する一つの政策じゃなきゃいけない、自分たちの読書にもちも落ちながらもね、野党で連携して単独過半数に追い込むんだったらやっぱり政治改革、政治改革。さあ始まりました、選挙 .com チャンネル MC を務めます日本大学の西田亮介です。毎週政治家、元政治家の方をお呼びしてお話をお伺いしていきますが、本日は3本目ですが、野田佳彦衆議院議員をお迎えしてお届けします。どうぞよろしくお願いします。はい、選挙 .com チャンネルではこのボックスの中に視聴者から寄せていただいた質問を集約して入れております。残り2つ質問が入っておりますが、やらせなしで引いていただいて、その場でご回答いただくという形になっております。では野田先生よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。2番ですので、そうですね、次期衆院選政権奪還へのビジョンはというですね、質問を引いていただきました。まあ、少し大きな絵というのか、例えばなんですが、泉代表になってからですね、この間中道保守とか、保守本流とかいうようなことをですね、一時期ことさらにというのか、強調された時期があったような気がしています。しかし最近そういえば保守本流とかですね、保守という言葉を少し立憲民主党の皆さんから聞かなくなったような気もするんですが、このあたりどうなっているのかとかですね、やはりリベラルを標榜されているのか、今その大きな、なんていうのか、ビジョンというのはどんなものをですね、標榜されているのかとか、改めてお伺いできますか。まあ、私はもう中道でいいと思うんです。ど真ん中でね、全体は、中道の中で、例えばね、よりサウスポー側とお付き合いのできる人たちもいると。中道より右側にいる、例えば維新とか国民とか、あるいは自民党の中の穏健な保守とかを視野においてお付き合いできる人たちもいるというチームが私は望ましいと思っていて、それぞれの役割分担を果たせばいいのではないかと思いますね。私はどちらかというと、そうですね、ライト担当とか。ライト担当ですか。ライト担当の方は今どんな方がライト担当の方いらっしゃるんですか。だんだん左方向にこうサウスポー側に寄っていってるんじゃないかっていうふうに見えなくもないっていった中で、世の中がより右に行ってる分、自分たちがライトだと思っててもなんとなく真ん中になってるようなとかあるかもしれませんけど、党内的にはやっぱりどちらかというと私はライト担当だと。なんかそんな気はしますよね。他に誰かって言っちゃってもらうと、ああそうですか、お前と同じにするんだと言われちゃう可能性もあるんで、そういえばいや、なんとなくだんだんライト担当の方がいなくなって、じゃないかと思ってます。いや、それはそう自民党行って、そうなんです。誰とは言えない、誰とは言えないんですけど、言いたくなっちゃう人たち、何人か、ちょっと東京の近くというのか、だんだんこういろんなところ、いろんなところ、いろんなところ、だから、ね、星野誠一で行こうと思ってるんですよ。なるほど、一本目のジャイアンツ行っちゃうんですよ、みたいな。はい、やっぱ張本とか落合みたいに、はいはい、そらいかんだろうと。そうするとライトってどこかよく分かりませんけど、しかし右方向とライト側に打てる人なのか、ライトとうまく調和できる方っていうのがいなくなってるんだとすると、ライトの守備範囲、ライトの守備範囲の方、時計に変わるくらいになっちゃう、なるほど、問題なんですよね。はい、そうですか。いや、本当にいなくなっていて、むしろコミュニケーション不全が生じているんじゃないかということを懸念しています。というのも、この間の動画の中で野田先生、やはり野党を強調しながら、一対一の構造を作っていく、もうまさに王道だと思うんですが、それを何度も繰り返しておっしゃってきました。しかし担当の方が敵チームに行ってしまったとかですね、なるとですね、コミュニケーションすら困難になっており、状況が悪化するんじゃないか。逆に残ってるライト守備できる人たちは頑張らなきゃいけないでしょうね。レフト側はいっぱい要員がいるかもしれないって。もうちょっとセンターに持ってます。なるほど。著作とかを読んでいると、なぜこんなに愚直にみたいに読めてしまうみたいなところもあるんですが、先生もそのライトウィング担当だと自民党を行って政策また作りたいなとか、そうなりませんか。
ならないんですよ、うん、入らないと決めた政治家になったもんですから、うん、はい、決めたはずなのに行っちゃう政治家もたくさんいる、政策実現したいとかいろいろあるんでしょうね、うん、それそれぞれのやっぱり事情があると思いますけどもね、うん、私はやっぱり意地でも意地でもあの時折政権交代の起こる国にしたいと、素晴らしいですね、思ってます、なるほど、ですからね、あの自民党今回単独過半数追い込むと、うん、追い込んだ先はいろんなね合唱連行があると思うんです。ベースをねもっと右側の人たちと組むやり方、自民党を割らして穏健の保守と組むやり方もあるでしょ。それが一番現実的のようにも見えます、ね、私はそう思ってる。なるほど、私はそう思ってるので、ただサウスポーと、サウスポー言い方をしたい、党内サウスポー リベラル側と付き合いの作る人たちももちろんいて、はいはい、そこでそういうねあのいろんな付き合いをすると、うん、厚みのあるね作りにしないと、単独過半数の後の政権ってだからいろいろ頭の体操ができるようにしておかなきゃと思います。ちなみにどんな体操が可能なのか、いくつかシナリオをさせ、まあ、ここまででしょう、せめてここまででしょうね。あ、本当ですか、どんなパズルとか組み合わせが、例えば自民党のどんなグループとだったら握手なのか。こんな生臭い話を今やってても、ね、そうですか、多分僕もあるよ、選挙結果に選挙結果によって誰がどう動くかっても違いますから、まあそうですね、なので今のあ期待したのにあの人は怒っちゃったってことはしょうがないって、まあ、そうですね、確かに期待していたあの人が怒っちゃうと、まあ、確かにどうしようもなくなりますね。そういうことはありますからね。そうですか。じゃあそうすると、まあ、そうした、まあ、ビジョンでいうと、まあ、幅広い、まあ、そうするとやはりいきなり、まあ、立憲民主党で、単独過半数それ以上ということを目指していくということじゃなくて、むしろ自民党の、まあ、議席というのを削っていくということが、まあ、重要と、まあ、その方が現実的に政治を変えることになるだろうと思います、うん、不思議ですね。野田先生のお話伺っていると、いやそうだなと思うんですけど、なぜ立憲民主党全体からそのような明確なメッセージっていうのが、いやでも打ち出されてますかね、どうでしょうか。メッセージとして言ってるか分かりませんが、考えとして結構いるんじゃないですかね、それはね。なんとなくこうはっきりとどんな例えばビジョンを掲げるのか、まあ、先ほど中道だ真ん中をずっしり構えて幅広くっていうお話もそうですし、それからまあ1対1の構図のお話、それからまあ結果を受けてのいろんな連立のあり方等々、まあ、こうしたとても分かりやすいお話というのはパッとこう明確なメッセージで出てくるとすごくいいなと思うんですけど。あ、そうですか、はい、いや多分だから、ね、それ外で言ってるか分かんないけど、例えばベテランだったら小沢先生とかね、もうみんな考えてるんですか、同じことを。多分小沢先生の声も、まあ、なかなかメディアに乗らなくなってきてるのかもしれないなっていう印象はありますね。最近はこんな感じの持ってますけどね。あそれだけがむしろあのドンと沈没じゃねえかよっていう言わなきゃって、はい、そういうちょっとなんか少しあの混乱してるというのか、いやまた壊しちゃうのかなっていう雰囲気もありつつ、壊れてはいけない、余計なことしてはい、なるほど。そうするとまあ改めてなんですが、まあ、その政権奪還へのビジョン、まあ、いろいろとあるんだと思います。例えば あるっていうのはその戦略の部分からビジョンの部分、戦術の部分、様々あって、まあ、先ほどちょっと、まあ、そのビジョンのお話をお伺いしたんですが、政策とかそういった柱になるようなものって何かございますでしょうか。例えば一時期だとですね、あの井出栄作先生なんかもですね、頻繁に、まあ、出入りされたっていうふうに聞いてます。少しまた違う方向に行かれてるというのか、どうなんでしょうか。政策の柱になっているのかいないのかっていうと、私は井出先生のお考えというのはものすごくなるほどですよ、ね、共感をしています。あのベーシックサービス、はい、やっぱりしっかりとあの税をみんなが必要としている分野に当てていく、それによってあの安心を確保するという方向性を私は目指すべきだと思っています。堅実な感じはしますよね。ただ東大的にはそれはどうなのかちょっとまた幹部でもないで、はい、分かりませんけどね、はいはい、そうですね、なるほど。といった時に、まあ、あの先生お考えになる、あるいは立憲民主党でも結構ですが、まあ、その足がかりになる政策の柱のようなものは今どのように。まずね、はいはい、まず野党で連携する一つの政策でなきゃいけない。自分たちの読書に持ちながらもね、野党で連携して単独過半数に追い込むんだったら、やっぱり政治改革、政治改革で、この政治と金の問題で
信頼回復できなかった国会ですから、ね、あの実態の解明もできなかった、けじめもついていない、はい、これからどうするかはザル法になっちゃったということですから、本気の政治改革案を野党で共有してこれを述べと自民党に迫った、いいですね、そういうあの真の問い方に持っていきたいんです、うん、で通って我々が政権を取った時にはそれを実現をして、もちろん自民党とも協議して彼らの意見も聞きますけれども、どうねじれてる国会ですからね、うん、で参議院であの来年選挙じゃないですか、はいはい、飲まなかったらまた参議院選挙で通って、うん、と脅しがあれば自民党も来るかもしれない、はい、というようなことをまず政治改革軸で早く政治を正さなければやっぱり日本は良くならないと私は思いますので、素晴らしいですね、あの90年代の時と、まあ、ある意味似てる政治改革を軸にするっていう意味においては、はい、プラス選択的夫婦別姓とか、ね、あ、そうですね、共通してすぐやんなきゃいけないというテーマが見つかっているならばそれは共同でやるべきだと思います。自民党以外はまあ賛成という状況ですから、まあ確かに野党はまとまることができる、ただその政治改革といった時に、まあ、先の国会のことを思い起こしてみると、まあ、言ってみれば、まあ、やんちゃな次男ですかが、まあ、独自案というのか、まあ、抜け駆けというのかあったりとか、それから、まあそうですね、なかなか野党の中でもまとまることができなかった、その中で、政治改革について今例えばコミュニケーションされたりとか、他党も含めて、そうした作業を実際始められていたりされますでしょうか。いや多分まだ作業は具体的にやってないと思いますけど、うん、で例えばあのやんちゃな次男も、ええ、政策活動費10年後公開と言ってたやつが、はいはい、党内の議論で政策活動費なしになったじゃないですか。そうですね、ね、で各党のそういう状況を見ながら何が合意できるか、うん、でこのテーマだったらもう合意できるんですよ我々もね、政策活動費なし、ああなるほど、対し、うん、ただ立憲民主党さんは政策活動費は使ってないです、今ですね、うん、かつて使ったことありますよ、うん、で今は使ってないからなしっていうことはもう言ってる、言ってる、うん、で意思も同じになった、はい、などなど、そうするとこれ他の党って多分一緒になる。具体的なところで言うと、今、まあ、あの与党側に目を向けてみれば、例えば、はい、第三者機関どうするのかとか、それからそうですね、旧文通費どうするのか。旧文通費はこれは我々も一緒にあの維新と法案出してますから、あの共同でできます。なるほど、できます。だからこの辺は同じですよね。第三者機関についてはいかがですか。第三者機関というのはだから10年後になんとかとかっていうための第三者機関なんか作る必要があるかどうかでしょうね。まあ、そうですね、与党の作業で言えば、まあ、あの令和6年1月1日に、うん、6年でそれは与党だけで決めた法案の第三者機関に、はい、なんで我々が関わらなきゃいけないのか。もっと本気の対案は、まあ、そこに第三者機関どうするかということに対する対案は出せず、もっと根本的な問題をやり直せということです。ああ、なるほど、やり直す、やり直せ、なるほど、具体的にはどのようにすればよろしいですか。企業団体献金、政治資金パーティー、それから政策活動費、これが大玉じゃないですか、大玉のちゃんと改革することです。で今回進んだやつもありますよ、うん、細かいところはね、はい、外部監査の件とかね、そういうのやっぱり取り入れるとしながらも、ね、大玉が入ってないんで、改革に値しないんですよ、で少なくとも93年94年のね国会の時には企業になった献金廃止だったんです。そうですね、もともとは政党助成金入れるんだから、はい、だけどずっとだらだらと残してきた話でしょ。でこれはきちっとやるということです。で、あの維新が我々一番文句言うのはイコールフッティングを言ってると、うんうんうん、それ自民党が、ね、やめたらってなったら、はい、同じ条件だったらやるということを言ったら本気の改革じゃないと、うん、だって我々ではできることやれば私はいいと思ってるんですけど、うん、だとあのもう気合を入れてね、いや、いやなきゃいけない。あ、なるほど、なるほど、そうですか。いや、なかなかそうですね、政治改革についても、まあ、与党で進めていくという中で、例えば政治資金パーティーはしかし現実にはお金は必要だといった中で、これはだけど、まあ、今今回はだって、ね、公開の基準を20万円以上、はい、5万円にしたというだけじゃないですか。でそうすると例えばパーティー券を今まで20万、2万円のパーティー10枚買ってた、はいはい、細かく分ければ、ね、だけどそれは例えばあのはい、4万円1回、はい、5回パーティーで出ればいいよ、ね、そうですね、とかね、まあ、子供騙しのあれですよね。あ、なるほど。そうすると政治資金パーティーは廃止、
されるんですか。廃止、はい、廃止です。お金はどうやって集めましょう。企業の団体研究のあれです、あれは個人献金の拡充ですやっぱり。あ、なるほど。そのための税制優遇をやると。そうすると個人献金の拡充で言えば、そこは維新と共通しますか。します。ですよね、維新もどちらかというとそちらに寄せていく、はい、ね、なるほど、と、まあ、あの野田先生お考えになってるっていうところですね。私はそう、なるほど。党内そうですよ、党の案が自体が。なるほど、私だけじゃないですよ、はいはい、一見民主党として。なるほど、はいはい、まあ、政治資金、まあ、失礼、政治改革をまあコアにして反転攻勢につなげていくといいんじゃないか。まあ、確かに直近の国会でも政治と金の問題というのが、まあ、なんていうのか、重要視されみたいな中で、そこをまあ足がかりにしていく、まあ、普通に合理的ですよね。だからそれを早くやらないとですね。そうなんですよ。信託は立たずっていうことを岸田さんよく言うけど、はいはい、まさに今その状況陥っちゃってて、定額減税を6月からやって、はいはい、評価するっていう人がいないんじゃないですか。あれ不思議なことですね。6割から7割かってから評価しない。かなり大きいはずなんですね。普通にその場を弾けば物価高でね、はい、実質賃金マイナスの時、筋の悪い減税でもありがとうになるはずなのに、これ評価しない人って多いっていうのは本当に信託は立たずだと思いますね。いやいや本当ですね、で今度またあれですね、電気ガスの軽減またなんかアドホックに、はい、この暑い7月やらないってね、何やってると思うんだけど、これは多分評価しないと思うんですよ。ですね、だから信託も立たずなんです、まさに今ここ早く解決しないといけないと思うんですね。なるほど、まあ、そのあたりのアドホックな対策のところに対して、まあ、筋の通った提案というのが、まあ、立憲民主党から特内うちに出てくる、期待してよろしいでしょうか。はい、もちろんそうしない。なるほど、はい、個人的な関心から1点だけお伺いしたいんですけど、政治倫理審査会、この間話題に、政倫審話題になりました、衆参に設けられています。でただあれ、まあ、蓋を開けてみればほと、まあ、あまり機能しなかったってことは明らかだと思うんですが、あれは法律じゃなくってまさに立法府の中で自主的ルールで決まっているので、まあ、政倫審の改革ってやっていただきたいなと思って、与野党の先生方お目にかかるたびに申し上げているんですけど、 いかがでしょうか。原則非公開とかですね、そうなんです、原則から変えないと、はい、じゃあそのあたりも立憲民主党は今回公開にしましたけどもね、はい、あれは選択公開にするより僕は予算委員会で総理に質問してだったんですから、まあなんとかなりましたけども、説明責任を果たすというんだったら当然公開だろうと。なるほど、いうことですよね。それが基本ですよね。基本です、ここだけの話で作るのってやらたってしょうがないんですからね、はい、そもそもあれ非公開で実施された場合には議事録も非公開が原則になるので、本当に外からはさっぱりわからない。いや全く、その政倫審ですら出てきた職人ですからね、はい、73人は逃げましたから、はい、でうやむやになりかかってますからね。そうですね、で出てきた人だってどう見たって嘘ついたと思いますよね。その可能性は高いかもしれないですね。会計責任者の発言など、はいはい、法廷での発言を聞くとやはり偽証罪が問われない政倫審の方では安倍派の幹部はやっぱり嘘ついてたと思いますよね。なるほど、だとすると、まあ、政倫審の改革ということも、まあ、野田先生個人ということで言えば期待しても、本当に実効性のある舞台にしなきゃいけないと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。ここまで充実、はいはい、最後にこの4番の自民党の総裁選についてちょっとご意見聞かせていただければと。まあ、こればっかりは他党でね、どなたが出てくるか分かりませんけれど、もうちょっと選挙考えれば岸田さんのままの方がやっぱり、菅さんが評判悪くなってすぐ岸田さんになって、岸田さんで総理になって選挙やって厳しかったんですよね。同じようにやっぱりトップ変えて誰かですぐっていうのが自民党の勝ちパターンだと彼らは思ってるんで、どなたもだからその意味では強敵になると思いますけど、でもさっき言ったね、政治の信頼を失ったままの今回の政治資金規正法では、彼らはみんな同じ穴の無地なんですから、そこのリーダーは表紙変えたって自民党は自民党だということで戦うしかないと思います。まあ、皆さん最近そわそわされてるっていうのが肝そぞろみたいなところがあって、まあ、こわもてで通してらっしゃった茂木先生なんかもですね、意外と利光とかっていうのを最近キャッチフレーズにしてるんだっていうふうにおっしゃってて、若手の国会議員の人にまあ名付けてもらったんだっていうのは、意外と料理もしますとかですね、意外とチャーミングでしょっていうことで、なんだかこう皆さん肝そぞろ、進次郎さんですね、それすごい意外ですね、はい、意外とっていう。で小泉先生は最近また福島でサーフィンして波が良かったっておっしゃってました、はい、なかなかこう盛り上がってきている今日この頃でございます。
はい、というわけで、ここまで3本の動画をお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、番組ご覧の皆さんも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。選曲だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。